皆さんこんにちは。元気だってよっちゃんです。ママです。今日はバズライトイヤーを見てきました。イエーイ。おい、なんか ママバズ大好き。夕日猫ニャーニャー。あらすじをざっと説明します。トイストーリーのバズライトイヤーはアンディ少年のお気に入りのおもちゃで、彼の人生を変えるほど夢中になった大好きな映画の主人公。その映画こそこの夏公開されるバズライトイヤーです。有能なスペースレンジャーのバズは自分の力を過信したために1200人もの乗組員と共に危険な惑星に不時着してしまう。彼に残された唯一の道は全員を地球に帰還させること。猫型の友達ロボットのソックスと共に不可能なミッションに挑むバズ。その行く手には孤独だった彼の人生を変えるかけがえのない絆と思いもよらぬ敵が待ち受けていた。そんなお話になっています。どうでしたか？どうでしたか？バズ、バズディズニー作品だよね。ディズニーだってトイストーリーだもん。いいよねディズニーっていいよねパークもいいし、ストーリーもいいし、誰が考えてんのと思った。びっくりです。びっくりさんじゃん。そうそう、あのさ、トイストーリーのバズってちょっと天然ボケっていうかね、ちょっとね、変わった人じゃない？ちょっと抜けてるっていうか、なんかちょっとそれがポケットしてて可愛いんだけど、そう可愛いなってママは思ってたんだけど、この映画見たらバズの印象だいぶ変わるよね。かっこいいってなるよね。でもあれだから、バズの、 あの人形の石とあの映画の石は全然違うからね。ん、何？人形の魂とあの映画の魂は全然違う人だから、性格みたいなのが違う。そう思うじゃん。だけどトイストーリーの1で最初に来た勘違い野郎みたいなバズのポジションって、多分もうもろにこの映画のバズなんだろうなって。だからあんだけのミッションをしてからアンディの部屋に来てるからって思ったら勘違いもするよなっていう、あのなんて平和な世の中だろうみたいなことになって、勘違いもするだろうなっていうのも納得いく設定そういう設定なんで、そうね、あれだけのバックグラウンドを背負ってこう姉の部屋に来てるんだから、まああの勘違い気味のバズも納得できるんですが、それにしてもね、キャラが全然違うっていうね。本当にかっこよかった。ただちょっと内容が少し難しかった部分と、今回ディズニー映画で初めてだと思うんですけど、同性愛者を扱ってて、バズの、スペースレンジャー時代のバディみたいな人がいて、その女性が女性と結婚するっていう設定になってて、おばあちゃん2人いたからね、1位にはね。で、まあ子供が生まれ、孫が生まれっていう、その子供が生まれるっていうところとかの設定が結構私は理解に苦しんだし、これは子供はどういうふうに受け止めるんだろうとは思った部分ではあるが、まあ多様性の世の中、こういう作品があってもいいんだろうなっていう感想はあります。まあ内容的にはちょっと難しいなって思う部分も結構あって、そのバズが地球に帰るためにハイパースピードっていうスピードまで、あの宇宙船をスピード出していかなきゃいけないんだけど、そのテスト飛行してる4分間で、実は惑星では4年ぐらいの月日が経過するっていう、その難しいんですよ、その設定とか。それでパラレルワールド的なね、要素も少しあったりもして、なんだろう、私大人だけど見てて難しいなって感じたから、子供が見るとどういうふうに受け止めるのかなっていうのはちょっと疑問。難しくなかった設定？そんなことない、あんまり考えてない。大体で見てた。フィーリングでね、いいと思う。そうね、ママはちょっと結構いろいろ考えながら見る映画よりは、結構ボケーっと
分かりやすい感情で見る映画が結構好きなので、いろいろ考えさせられるなと思う映画にディズニー映画で出会うとは思いもよらない感じでしたが、まあいつも通り内容がねとっても楽しい映画になっていました。それではゆうちゃんお待ちかねのバズクイズ第1問。バズがアンディの家にやってきたのは何年でしょう。アンディの部屋にやってきたのは何年でしょう。千何とか。そうそうそう、千何年でしょう。千九が出てた。1900。じゃあヒントは1990年代っていうことだね。1990何年でしょう。チョコ。マジ。1995年。イエーイ。はい、第2問。バズたちが不時着したのは地球から何光年離れた惑星でしょう。何言ってるの。まあこれも文字だけ出てたんだけど、下の方に地球から何光年離れた星に不時着したって書いてあった。何。違います。5。そんなレベルではありません。30。正解は、正解は420万光年。イエーイ。怖い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 。第3問。バズがテスト飛行を行う4分間で惑星はどうなるでしょう。さっきちらっと話したんだけど、4年。正確にここは聞きたいね。さっきちらっと4年は言っちゃったから。え、4年何ヶ月何日かかるかっていうと。ねー、私聞いてなかったし。そうだよね。一回ぐらいしか言わないしね。いや、そうじゃなくて、ママのさ、言ってた。あ、違う違う、さっきだから4年、テスト飛行の4分間で4年の時間が経ってるよっていうのをさっき説明したと思うんだけど、それはもう分かってるから、4年何ヶ月何日っていうところまで聞きたい。4年2ヶ月。そこまで合ってる。うん。何日。14。正解は3日でした。あーもう。第4問。イジーのおばあちゃんはアリーシャと誰でしょう。アリーシャっていうのがバズのパートナー、バディね、で、その結婚した女の人をもう一人。知らない。なんとかおばあちゃん。赤組対抗オリレおばあちゃん。どういうこと。赤組対抗。赤組対抗リレーおばあちゃん。リレーおばあちゃん。不正解です。違います。正解はキコおばあちゃんでした。キコ。第5問。猫型ロボットのソックスの体の一部は充電器になっています。さてそれはどこでしょう。ヒポ。正解。第6問。衣装を持った植物や巨大な虫のいる惑星で、それらから人々を守っているシールドの名前は何でしょう。知らない。あの赤いシールド分かるね、それは。赤いシールド。赤いシールド。赤いシールド。正解はレーザーシールドでした。第7問。バズがテスト飛行でハイパースピードに達したとき、惑星では何年経過していたでしょう。この最初のテスト飛行で失敗してる間は4年しか経ってなかったんだけど、ハイパースピードに達した時だけはもっと時間が経過してました。あの子供だったイージー。24、23、25、21、22。違う。第8問。イジーたちの時代ではサンドイッチが変化しました。どうなっていたでしょう。肉、パン、肉。正解。パン、肉、パンザ、水分取られちゃうでしょって。パンが多すぎるって言ってね、だけど肉パン、肉だと手がベタベタになるっていうのでちょっと揉めたっていうね、はい。第9問。イジーはバズに助けてほしいんじゃない、何をしてほしいと言いましたか。一緒に一緒
緒に来てる。いい線行ってる。シンポケ？ポケ。世界予定？でも一緒に、まあそういうことなんだけど。助けてほしいんじゃない。一緒にやってほしいのって言ってた。って言ってた。第10問。ハイパースピードに達するためには何が必要でしょう。クリスタル。正解。ハイパースピードクリスタル。以上でーす。ザッツィ。かゆちゃん、今回クイズどうだった？難しかった？石炭。石炭だった？うん。やばいこと石炭って。嘘です。難しかった。難しかった？うん、あでもこれはまだ記憶に新しいでしょ。この前見てきたから、ね。そうか。もっとゆっちゃんしっかり映画見てね。覚えてるわけねえだろうがよ。はい。とっても楽しい映画になっていたので、ぜひ皆さんも劇場へ足を運びください。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。